最高の並びだよな。いや、しかしかっこいいな、これ。いや、なんかこれさ、10種類しかないみたいなんだけど、これ。全部でね、10種類。みんな教えてくれてさ、10種類もあると最初思ってたんだけど、いや、10種類しかじゃねえ。よく考えたら。こんなかっこいいやつさ、なんで10種類しかないの？いや、増やしてほしいわ。プラス10してほしい。プラス10、とりあえず最初、100種類くらい出してほしくない？これ。だってあと5種類で終わりでしょ俺。1、2、3、4。今5種類あるからさ。あと5種出しちゃったら終わりなんだよね。1個分かってる。あ、2個か。アトランティスみたいのとゴジラみたいなやつは分かってるんだけど。いやー、今日出る、あ、出ると思う。前回さ、出てたじゃん。それと全く、出たところで買ってきたんだよ、またお店。あそこで出てから、あそこのお店でまた買ってきたの。こっちの左。こっちは違うけど。だからこっちが勝負だよな。最初はジャンピングバトルコーラを開けて、ワンボックスで。こいつらね、100種類くらいあるから、種類。まだまだあるから、こいつらのカラーを埋めてから、こっちに行って、アトランティス出すか、今日、反響陣。出したろうぜ！アトランティス。前回の波に乗って、アトランティス出そうぜ！ていうかさ、みんなアトランティスめっちゃ出てるよね。みんな送ってくれる画像で多いのはアトランティス半魚人なんだよね。こういう風に手やってる。半魚人じゃないかもしれないけど、半魚人みたいなやつがいて、あれすごい出てるんだみんな。だから俺も今ちょっと多く使われてるんじゃないかと。いや、関係ないかもしれないけど、だから俺も続いて出るんじゃないかと。で、みんなに続いて、俺も、ついに、アトランティスがここに！しかしながらまずはね、その前に、これジャンピングバトル、こっちのコンプも大事だからね。こっちのコンプリートもめちゃくちゃ大事だからさ、絶対コンプしたいんだよね、ここまで来たらさ。コンプするしかないよなぁ。みんなもコンプした？てか、コンプした人いるかな？俺に、日本で一番最初のさ、コンプリーターになりたいんだよね。この、ジャンピングバトルコーラージ、全色揃えた男、一番最初。いや、狙ってるんだけど、まだいないよね。まだいないと思うんだ。だから、俺が一番最初になろうと思って頑張ってね。全色揃えるっていう。いや、鬼の道だと思う。うん。まあ、でも、ペラカイジの方がむずいような気がするんだよね。まあ、一応、いやー、一番最初これが出たか。ペラペラ乗り物シリーズ。まあ、同じペラペラなんだけどね。怪人の方が出てほしいんだよね。女の子の方だとクッキーマンか。あと料理のさ、ディッシュ。あれ良かったよな。めちゃめちゃ。お、これだわ、料理の、あ、ちげえ、あ、これね、鉛筆につけるやつな。これ、クジラとか出てるよね。もうこれは何個か出てる。見たことある。焦ったー、出たかと思った。料理のやつ、料理皿ね、料理プレートが出たかと思ったら、ささっ、お、コマだね。まあまあ、コマは最初のうち出しといた方が安心するからさ、コマは絶対出るから、100% 出るから。もう、ワンボックス買ったら、もう4個くらいはコマ出るっていう風に、いや、5個かな。5個くらいはコマ出るって考えた方がいいから、絶対にね。おっと、初、あ、初だ！クリア、これ、茶碗かな？クリア茶碗だよね、これ茶碗だわ。今の卵焼き作るやつと、あとこう挟むやつとかあるんだけど、この、やつ初、蓋ってことはないよね。茶碗だと思う。やった、初。なんかの、これ改造に使えそうだな。なんか改造に使えそうなやつがゲットできたよ。やったや、やった。あれ被ってないけど、まあいや、なんか、アイデアが出たら改造に使っちゃおう。深海王のなんか乗り物とか作れそうな気がする。あ、ゆらゆらのリッスン黄色だね。黄色持ってた気がすんな。ゆらゆらも全種出したかな。種類はね。亀とタヌキとウサギとネズミとリス。あと、馬か。馬もあったよね。お、あ、これタヌキ。ちょっと仙人みたいな感じのこの可愛らしい顔してるんだけど、これも黄色出てるはず。黄色出たって、あ、出てる。黄色か、レンちゃんか。あ、これはささ、あ、ちょっと重たい感じしたからサイかと思ったけど、海底人だったね。今海底人レディ作ってるけど難しいな、海底人レディ。どうしてもな、胸の形が綺麗にできないんだよね。一回適当に持ってさ、削ろうかなと思ったんだけどさ、削るのも難しくて、レディどうやって作ろうかな。いや、難しい。いや、でもやっぱ、海底人レディを作りたいね。軍曹。あ、大佐。作りたいから。お、地底人来た。しかもブルーで揃ってるね。すげえ。海底人と地底人のブルー。おー、かっこいい。これもフェラムの当たり枠だからね。当たり枠。めっちゃかっこいいな、やっぱな。こいつら出るとなんか安心すんな。つうか、エビカに出ないね。今回全然出ないぞ。いつも結構出てたのにな。なかなか出ない。な、ワンボックスにさ、4個ぐらい入ってたよね。エビカニ。
今日まだ右半分で一個も出てない。マジでか。もうそれ出るかな。出ねえわ。一個も出ない。これ髪留めかな、おそらく。まあ、クリップだよね。クリップ。まあ、髪も止めれそうだけど。出ない。マジでか。エビカリ。一個も補充できないで終わるのきついんだけど。ジャンピングバトル。日本で一番、いや、でもコンプしてない人いるかもしんないけどね。もはやね。ゼウジ君、それ。おー、来た来た来た。横綱。タラバガニの緑ボディに、よしない初初やったぞ、横綱初来た、オッケー。一色生まれたけどすげえ嬉しいよ。もうなんか、一色生まれたけどマジ泣けるほど嬉しいんだけど、このシリーズ。ジャンピングバトル。ラッシュ来るかな、ラッシュ。1個で終わるかな、もう2色ぐらいは補充したい。できれば。もう2色ぐらいは。ワンボックスで3色ぐらい補充できたら勝ちだと思ってんだよね。まあ、あ、カメだね。俺が一番気、これゆらゆらシリーズで、今出してる中で一番気に入ってる動物っていうかの生物はカメなんだよね。カメ一番最初ピンク出たんだけど、カメのピンクで、めっちゃ可愛いよね。カメのピンクでやばくない、すげえかけてめっちゃ気に入ってんだけど。おっとおっとっと、これは、ボタンエビだな。ボタンエビの、あ、ブルーボディの時点で初だわ。すげえいい感じで来てる。すげえいい感じで来てる。2色目まった。おーしおし。いいぞいいぞ。でもまだね、そんなに被られても怖いからね。まだ序盤だからさ。これから先まだまだあるからさ。100種類ぐらい近いからさ、これ。自分の予想だけどね。でも色の組み合わせ的に多分合ってると思うんだよね。同じ色はないと思うからさ。ボディが赤で、足が赤とかさ。ボディがグリーン、あ、ピンク来た、これピンク。ピンクのネズチュッチだね、ネズコ。かわいい、これチーズ持ってるんだと思うんだけど、すごいかわいいよね。ネズチュー来たね。いやー、あと4パッキーしかない。どうしよう、もう一色ぐらい埋めたいんだけどな。で、お、なんかゆらゆら動物すごい出る。ピンクのリッスン来た。あと3つ。やべえ。あと3つか。でも本番ペラ怪獣だから、俺も今日はもうペラ怪獣。でもジャンピングバトルもコンプしたいからさ、すごい、お、海底時グリーン。海底時グリーンとブルーが揃ったね。素晴らしい。素晴らしい。そして、どうする?どうする?あと2パッキー。1色ぐらい埋めたやと、どうだ?あ、ダメか。ダメか。で、これが最後ね。最後の。女の子用か。最後の。まあ、これでもペラ怪獣狙ってたんだけどね。一個ぐらい出ないかなと思って。出なかったわ。やっぱそんなに甘くないか。ああ!でも2色埋まっただけでも勝ちだよね。1色も埋まらないよかいいから。2色埋まったからね。横綱とボタンエビが。よかったー。コンプに近づいたわ。2色目。しゃー、ただめそう。って、こっからがマジで、死んだら本番だからさ。ジャンピングバトルまあ本番なんだけど。頼むぞ。ペラ怪獣。前回に引き続き、2個ぐらい出ないから。前回連チャンで来たからね、ニコ!いや、あの時の感動と興奮をもう一回味わいたいよ。頼むぞ、来てくれよ。めちゃめちゃ、いや、緊張してきた。マジで声出るかな?行きます、それでは。これで本番だから、データとか同じとこで買ったから、可能性はあるんだよね。もう、あそこのお店で出たから、もうあそこで買うっていうね。安易な考えかもしれんが、全部男の子だからさ。もちろんのことながら、出る可能性は、一発目から出ろ!ペラ怪獣出るって言って、おー、ほう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 、こいつか。この謎の生物でめっちゃかっけえやつ。なんじゃこいつは。めちゃめちゃ強そうで、でけえしね、これすごいでかいな、ボディが。いや、この色初じゃねえかな、この色。狼っぽくもあるよね、なんかね、ウルフ。ウルフっぽくもあるわ、すごい気品。あ、コマだね。そうだね。コマだね。いや、流れに乗ってくるかなと思った時、は、右半分で1個、左半分で1個っていう流れで行きたいなと、個人的には思っている。その流れでね。右半分、左半分で1個ずつ出る。コマだね、ルルって、その夢を、打ち砕くコマだね。でもコマはね、いや、コマもなんか改造に使えてんだよな。コマなんかないかな、改造の方法。コマ。かっこよく改造で使えたらいいんだけどさ、コマ、お、やった。地底人補充。イエローボディの。イエローボディの地底人、ドリルヘッド。よし、行くぜ、ドリルヘッド。からの、ペラ怪獣師匠。頼むぞ、前回出たんだから、今回も出してくれよ。ジャンピングバトルも2色も埋まったしな。ささっ、お、ワンちゃん、同じ色だ。やっぱ同じの続くな。流れはあるわ、やっぱ。だから1個ペラ怪獣来たら、激アツ。出る可能性がある。連チャンで。頼むぞ。俺は死んじゃう。これ違うな。これはもう一発。
これはちょっとね、コマだね。しかもまた黄色と同じ形、コマだね。あの、ペライやつ欲しいな。あれなんか改造したらシールドとかになりそうな気がする。あの、ペライかっこいいやつ、前回出たやつ。あのコマめったに、ドゥドゥルドゥルって。あれドゥルドゥルドゥルって、初かなこれ。あ、これ初だわ、多分。おそらく初。こいつの前向いてるバージョンか。顔似てるよな。横向、ちょっと横向いてるやつ持ってんのこれ。これ持ってないと思う。初だぞ、これ。なんでこいつは。え、怖いぞ。めっちゃ強そうだぞ。前向いてるやつ持って、え、やべえ。も、いや、持ってた、いや、持ってないわ。これ持ってないと思う。後で確かめるから動物ゾーン見て。これ、待って、また謎なの来た。めっちゃ嬉しい。そしてペラ、おーほほほほ。そう簡単に出ないか。いや、前回の、いや、つかさ、またさ、当分出ないとかあるかな。前回出たじゃん。だからさ、また、当分、休止期間というか、休み期間というか、やめてほしいよね。もう連チャンで出て、もうゴチコンプしてよ、もう一気に。ささ。コマだね、打ち砕くコマだね。すべての夢を打ち砕く、コマ、それはコマ。コマだね、でも、コマが出たらチャンス。コマが出たらチャンスでしょ。お、海底じゃほらな。やっぱチャンスだわ。グリーン。かっこいいなー。海底じゃ見て。改造しがいがあるよ、これ。これを改造することによってさ、あんなかっこいいのが、俺の深海王。あれめちゃくちゃ気に入ってんだよ、深海王。あれこれだからね、これ。深海王改造して、いや、かっこいいなー、深海王。流動する金属メタルボディが強調されている。そして、こっからが左半分であると。頼むぞ。いやー、改造したくなってきたな。エビカニもね、あの、被ってる色のやつはせっかくだから改造に使おうと思ってんだよね。足とかをさ、この、後ろにつけたオメガマンみたいになれりそうじゃない？かっこいいよな、絶対な。ちょっと、被ってる色はね、あの、使おうかなと思ってる。よし！こっからがね、ノーマル終わって、ブドウと、イチゴ。前回さ、ブドウかイチゴで出たよな。確か。確かね、ブドウかイチゴで出たはずなんだよね。で、こっからがもう全部ブドウとイチゴだから。もうラストにね、持ってきといたんだよね。いや、なんか来る予感がしてたよ。来る予感がして。いや、来る予感がするんだって、なんか。ささっそ、ささっそ。おー、あ、なんか恐竜久しぶりに見たな。ステゴサウルスだ。久しぶりに見たよ。ステゴサウルス。なんか昔すごいバカ恐竜って呼ばれてたよね。こういう、このバカ恐竜といえば、脳みそすげえちっちゃいみたいな感じのさ。バカ恐竜といえばステゴサウルス。だからステゴサウルスってすごい間抜けなイメージがあるね。子供の頃の本とかですげえね、間抜け恐竜とか書いてあったよね。お女の子もやべえ。女の子混じってた。やべえ、全部男だと思ったけど。ごめん、女の子一個混じっとったわ。女の子、やべえ、ミスった。あ、でもピンクのめっちゃ可愛らしい。あ、いいじゃん、ピンクの髪留め着てる。これもなんか怪盗に使えたらいいんだけどな。ここなんか罠とかに使えそうだよ、武器とかさ。あ、そうか、持たせるかこれ。こういう風にさ、手切ってこうやってつけてた、前に出したさ、あのね、ジャンクマンみたいになってかっこいいんじゃねえかな。あ、いいね、怪盗に使えるわこれ。ジャンクマンみたいに、早速今日作りましょう。ジャンクマンできるわ、ジャンクマン。おー、いいアイデアが出たぞ。やべ、早く作りたい。早くペラカイチ出して作ろう。ジャンクマンみたいにできるぞ。ささー。おー、怖いね。めっちゃ、残り少ないからね。あと全部男の子だよね。男だね。やべ、やべ、ペラカイチ、大丈夫か、すまん。ペラカイチで倒れちゃった。すまん。ペラカイチ。やばい、なんか嫌な予感がする。大丈夫か、まさか1個も出ないで終わるとか。いや、大丈夫、1個出てくれるはずだ。頼むぞ、出てくれ。ドゥルードゥルー、よし、あと4パッキー。頼むぞ、最後の最後で来てくれることを信じている。頼む、ペラ怪人来てくれ。前回の流れに乗ってささー、あー、コマだね、ドゥルルコマだね。前回の流れに、あ、違う、こっちにもあったから、これで4パッキーだ。前回の流れに乗って来てくれ。頼む、頼む、俺は信じてるからな。ペラ怪人、あー、プテラノ、久しぶり見たわ、プテラノの。マジ、恐竜なかなか来なくなってきた。最初来まくってたのに、なんか今全然来ないね。頼むぞ、頼むぞ、頼むぞ。もう残り少ないからな。ペラカイジ、チラリズム、あー、ドリルヘッディングね。ドリルヘッディング、やべえ。残り、うわ、2パッキーだ、残り2パッキー。いやー、マジか。前回出たじゃん。マジかよ。今回終わりかな。
今回終わりかな、もう。うわぁ、プテラドのグリーン。恐竜シリーズ、このオレンジとグリーンしかないよね。もっと色バリエーションあったら楽しいんだけどな。黄色とかさ、バサ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 、プテラドドン、そして最後、うわ終わったもんな、あいつ。マジかよー。すまん、前回の流れに乗って今回出せると思ったけど出せないかもしれない。でもこれにかけるよ。コマっぽいなー、コマっぽいなー、コマかな。夢を打ち砕くコマ。お、違った、ワンちゃんだ。しかしながら、あはは、出なかった、マジごめん。今回流れに乗って出ると思った、つうかぶっ飛んじゃった、やべえ。くそー、出ると思ったりな、前回ね、新メンバー入ったかな、新メンバー。ザン・カセノー、キング・オブ・マーズ、すげえ、めっちゃかっこいい。なのに今日は出なかった。でも俺ね、クラッシュマンひらめいたからよかった。あれさ、二つぐらい並べてくっつけて、両腕にくっつけたらかなりかっこよくなるんじゃないかなと思っている。クラッシュマンみたいなの作れるわ。ガタイもでかくしてね。いやー、今回出なかったけど、まあ、クラッシュマンひらめいたし、2色ね埋まったからよかったわ。ジャンピングバトル、それではでは、また次回。すまん、今回出せんかった。次回もね、このペラ怪獣コンポを狙ってまた開封しようと思う。今回は来なかったけど、いや次回は来るはずだ。くそー、一回来たらな、怒涛のなしで来るはずなんだけどな。あと他の色とかも欲しいよね。いろんな色あるっぽいから、これ全部集めていきたい。めっちゃ楽しみ。色も集め、でもその前に種類をやっぱ決めたいよね。アトランティス早く出したいのに、アトランティス、ダゴン、あいつ全然出ねえんだけど、マジで。めっちゃ楽しみなのに、超かっこいいんだよね、あいつ。半巨人みたいなやつ。